はい、皆さん、こんにちは。筑波大学のアレーニャです。ここは情報科学類の、プログラミングチャレンジコース、第5週、グラフ。で、今日はグラフの2回目で、今回は主なテーマがミニモンパス。それは何のアルゴリスムについてかというと、これです。今回の授業では、このアルゴリ、そのグラフの最短経路、に関する、アルゴリズムを勉強します。まあ、これはこの3つの問題を集中します。まずは、シングルソースショートストパス。まあ、これは、最短経路の話ですね。で最短経路の中では、まあ、多分みんな聞いてると思うんですけど、ダイエクストラ法と、ベルマンフォード法です。で、次は最短経路なんですけど、アオペアショートストパス。つまり、グラフに対してすべての頂点からすべての頂点への、最短経路同時に計算するアルゴリズム。それは、フロイド・ワッシャルっていうアルゴリズムです。最後は、ネットワークフローの中のマックスフロー。マックスフローも、まあ、最短経路の何回繰り返している感じのアルゴリズムに入っているので、マックスフローの中で、フォード・フォーケソン法とエドモンド・カープ法を勉強します。まあ、今回の授業ですと、まあ、いくつかの問題を紹介しながら、アルゴリズムの、実装について話したいと思います。じゃあ、早速、最短経路についてお話ししましょう。SSSP、まあ、最短経路というのは、グラフ GV に対して、VS、まあ、この授業とずっとなんか、スタートは VS って言って、まあ、テキストの中でたまにソースも、という言葉が出てますね。で、あと VS から VT。VT がターゲット。まあ、ターゲット以外の言葉はシンクも出てくる。それともゴールも出てきますね。ですので、VS から VT での、経路で、で、その経路の辺の重みの足し算が、ミニマルとなるんですね。で、重みがないグラフの場合ですと、そのグラフのすべての辺が重みが1と、考えられます。そうすると、前回で勉強した、幅より探索の方で、簡単に、最短経路を見つけることができます。ですので、グラフ、なんかそのウェイトのない、重みのないグラフの最短経路を計算したい場合だと、まあ、BFS だけで結構で、それで終わりですね。まあ、BFS が、VS から始めて、で、その BFS がすべての頂点を、ビジットします。で、さらに、VS からの距離順でビジットしているので、VT が VS からたどり着くことができるなら、VT の最短経路を見つかることができます。まあ、これは、先週の BFS の最短経路を計算するためのプセウドコードとなります。ですね。この P が、親リスト。親リストかなぜかというと、BFS しながら、その経路を録音していることですね。で、このディストがよくあるので、なんかこのディストが今までビジテルされた、頂点の、ソースからの距離の列、行列となります。で、Q が、そのビジット Q。で、最初は、VS を入れます。で、まあ、これは、先週の、最短経路なんですけど、Q がエンプティではない場合だと、Q をポップして、その Q の、隣の辺をすべてチェックします。で、まずは、距離が、V より大きければ、つまり、なんか、ウェイトのないグラフの場合だと、最大の距離は V となりますですね。の頂点の数と同じですね。で、そのマックス距離より大きければ、まあ、この頂点はまだビジットしてないので、この頂点の距離を、計算して、で、その頂点を Q に入れます。で、特にここはね、なんかそのパレントですね。V はまだビジットしてないですので、V をビジットするときに、V の親が U となって、U がパレント行列に入れます。最後には、なんか、プリントパス U で、その U の、頂点をすべてビジットすることができます。
まあ、あの BFS が簡単で結構早いアルゴリスムですが、すべての問題を解決はできるんですね。例えば、このグラフを見てください。このグラフだと S から、あ、ここは T じゃなくて E まで行きたいですね。S から E に行くと、幅より探索で行くと、SE で行きます。一つの辺しかないですね。でも、あと、重みを見ると、この辺の重みは Q。逆に S から T に行って、T から E に行くと、この重み、この経路のコストが8。Q より低いですので、このグラフの最短経路が STE となります。ですね。これは、あの、このグラフが、幅より探索の、アルゴリズムが間違う、違う答えが出る、例となります。この場合は、と、どうすればいいですかね。SSP、グラフ、重み付きのグラフの場合だと、SSP をやりたいなら、ダイクストラ法を使います。ですね。ダイクストラ法って何ですか？まあ、実は、ダイクストラ法が、グリーディ法の一つです。BFS を変わって、何が変わるかというと、その、頂点をビジット順番が変わります。BFS だと、なんていう、その、新しい頂点を見つけたら、それをすぐ Q に入れるんですけど、ダイクストラですと、その、Q の順番が変わります。Q の順番が、トータル距離の順となります。まあ、実は最短、ダイクストラ法の実装がいくつかあるんですね。実装によっては最短、ダイクストラ法が速くなったりとか、遅くなったりとか、違うデータ構造も使ったりとか、実は、ダイクストラ法が提案した論文では、実装方法が書いてなかったんですね。実装方法はこれです。じゃなくて、アルゴリスムのアイディアだけ論文に書いてましたので、いろいろな人がそのアルゴリスムのアイディアで違う実装方法を、やりました。では、今回の授業だと、一つの実装案を紹介します。それは、BFS の Q をプライオリティ Q に入れ替えるだけです。ですね。で、そしてそのプライオリティ Q が、プライオリティ Q の順番が、ソースからの、距離です。ですので、ソースから、近い、まあ、重みを考えて近い頂点から Q を、進みます。ただし、C++ のプライオリティ Q が、Q のアイテムをディリートするとコストが高いなので、少しそのダイクストラを速くするために、一つの小さなハック、コツをやります。それは 何かというと、プライオリティから、ノードを消さない。そして、アイテムもアップデートしない。アイテムをアップデートせずに、ノードを、アイテムを消せずに、ポップするだけで、まあ、ポップは早いけど、あと、プライオリティの真ん中のアイテムをデレートするのはコストがかかる。ですので、ポップとインサートだけでプライオリティQを使います。それは、あと、レイジーデレッシュですね。コンピュータサイエンスの中で、レイジーデレッシュとか、レイジーアップデートとか、レイジーチェッキング、レイジーなんとかなんとかという言葉が出ると、それは何かというと、必要ではないときだと、そのオペレーションがやらない。本当に、ディリーションが必要な、ディリーションが必要ないときにディリートをしないっていう実装です。まあ、その例を見てみましょう。このレイズディリーションが、このレイズスキッピングで実装します。ですね。こうすると、Q からディリーションを必要はなくなります。じゃあ、まず、このペアが、まあ、これはエッジですね。最初は、重み、変の重みと変の目的。で、プライオリティ Q が、そのエッジと、まあ、プライオリティ Q がそのエッジのベクタルと、で、比較方法が、サイズ。で、これはまあその重みのサイズですね。ペアは
ペアのフロントで比較します。これはプライオリティ級、PQ と言います。で、まずは PQ が、0の重みで S。まあ、これはなんか本当にないの変なんですけど、そのプライオリティ級が0から始まる変からをやります。で、あと、プライオリティ級がエンプティではない場合だと、こういうことをやります。まず、ディステンスと、目的の U をプライオリティ級からをポップします。ですね。それでは、なんかここだけをプライオリティ級からディートしている。で、もしこの D が、その U のディステンスがより大きければ、コンチニュー。これはなんかレイズスキッピング。この Q の中で、この辺、この辺の距離が今してる距離より大きければ、まあこれは、触らないですね。これはアップデートしないですね。で、この場、これじゃない場合だと、その辺から、その辺をたどり着く頂点を取って、で、その辺の重みさもチェックします。で、あと、その辺をビジットするかどうかをチェックする。今の D から、そうですね。現在のノード U プラスその辺が、頂点 V より近くなければ、その辺をスキップする。それでどんどんスキップするんですね。でも、その、今の頂点プラスウェイトが、目的の頂点より距離が近く、少なければ、まあ、これをやりますですね。頂点 V までの距離をアップデートする。頂点 U プラス辺の重み。そして、その V が、プッシュします。まあ、これは実際にどういうふうに動いてるか、シミュレーションしましょう。まあ、こんな感じですね。まず、イニシャリゼーションが、Q には、0、2を入れます。ですね。まあ、頂点0と距離0。ですので、距離が、距離には、Q には、0、0を入れる。で、0、0をビジットすると、この3つの辺があるんですよね。2と、2、1と、7、3と、6、0。で、0までの距離が、インフィニットですので、その0の距離を、すみません。これは0じゃなくて、これは2ですよね。0、2ですね。じゃあ、2から0へ、距離が6入りますので、これは、6、0の距離となります。で、2から3が距離7ですので、7、3の距離が入れます。で、2から1、距離2ですので、これは、2、1。で、これはプライオリティ Q なので、これをポップしたので、プライオリティ Q を順番入れ替えると、2、1と、6、0と、7、3ですね。まあ、これは、これをアップデートしました。次は、消しゴムで、これ消して、じゃあ次は頂点1をビジットしましょう。じゃあ頂点1をポップして、で、1の辺をチェックします。まあ、1、3、1から3でいくと、これは、2プラス3、5。5と3が、距離が3となる。で、3が、今の7より小さいですので、その3を Q に入れます。5と3。ですね。で、次は、4。4は無限ですので、2プラス6が無限より小さいですので、8、4を入れます。で、これをそうとすると、5、3。
と60と73と84。ここはね、なんか気づいてほしいところは2つあります。1つは僕は手で、ソートしてますが、プライオリティキューが自動的に、追加する、ノードを追加するときにそのソートしますので、プライオリティキューのソートがすごい安いですね。これは毎回 O log N のソートじゃなくて、ON log N のソートじゃなくて、それより O log N でプライオリティキューに入れてます。ですので、このソートが、安い方のソートです。で、もう一つ気づいてほしいのは、この Q の中で、ノード3が2回入ってますよね。これは2回入ってるんですけど、実はそのノード3が2回ビジットすることはないんです。なぜかというと、ここにたどり着いたときだと、3までの距離が5になってますので、このビジットはスキップしてしまいます。ですね。このなんか今回で行うかどうかちょっとわからないんですけど、まあちょっと見てみましょう。じゃあ次は5、3をポップする。で、5、3はまだ、あと距離は今5ですので、5、3はこうキープする。で、3からの辺がこの5、4なので、5プラス5が10。で、14が、今の4の距離が8ですので、その14が入れないですね。それはスキップする。ですので、これは変わらない。じゃあ次は、60をポップします。60をポップすると、辺がここだけなので、14だけですので、6プラス1、7なので、これ74の辺を追加する。で、これはこのプライオリティキューをソートすると、73と74と84。これはプライオリティキューとなっています。ですね、これを消すと、はい、じゃあ次は73をポップするんですよね。73をポップしますが、今の7の距離、今の3の距離が5なので、3より低いなので、前のアルゴリスムだと、ここですね。ここは if d over this to you。今の D の距離が This to You より大きいなので、ただポップしてスキップします。で、次は74。74がポップして、でも変がないから74が何もしない。で、84が74より大きいなので、これもスキップする。それでなんか全ての距離が分かりましたですね。This to 2が0で、そして1が2で、0が6で、3が5で、4が7の距離となります。ですね。はい。まあ、こんな感じが、あとこのダイエクストラが進みます。競技プログラミング、プログラミングチャレンジにおける最短経路についてお話しします。もちろん、グラフをインプットして、じゃあ、ノード S からノード T までの最短経路を見つけてください。が、あまり面白くない課題にならない、面白い課題にならないので、プログラミングチャレンジ及び、あと、競技プログラミングにおける最短経路の問題がもう少し複雑ですね。どこが複雑かというと、グラフを組まないといけないですね。グラフが組まないといけないってどういう意味かというと、次に例を見ましょう。これは今週の課題の一つです。フールタンクですね。フールタンクの目的が、Siri S から Siri T までの、一番安い道を探さないといけない。ただし、VI マッチから VJ マッチに行くと EIJ 変の、燃料がかかります。燃料のリトルですね。ガソリンのリトルです。例えば、S4 から S、S から A 行くと、変のコストが1なので、1リットルの燃料がかかります。
しかし、燃料にはコストがかかる。S でガソリンを買うと、S でガソリンのコストが4。A でガソリンを買うと、A のガソリンのコストが6。B でガソリンを買うと、B のガソリンのコストが1。で、ここは、ここの最短経路が、あと燃料の使い方じゃなくて、お金の最短経路ですよね。だから、例えば、このパス ST で行くと、まあ、8リットルがかかりますので、S で、5リットルがかかりますので、S で5リットルを買わないといけない。ですので、ここの経路のコストが20ですね。5×4。一方、この経路で行くとですね、こちらの経路で行くと、まず S から A が、1リットルがかかります。A から B へ1リットルでかかります。で、これは S で1リットル買って、そして A で1リットル買うと、コストが10。だけど、S で2リットルを買うと、A で何も燃料買わずに B まで行くんですね。だから S から B のコストが8ドルとなりますですね。2リットルを買ったからですね。で、B で残りの5リットルを買うんですね。B から T が5リットルを買って、ここのコストが5。で、ここのコストが8。ですので、すべてのコストが、あ、すいません。ここは8ですね。おうおう。あ、ごめん。ここは間違ってるんですね。ここは2リットルを書いて、で、ここは5リットルを買って、で、これは 4×2 プラス5イコール13ですね。コストが9じゃなくて13となりますね。はい。だからこれはここの最短経路となります。では、このグラフでどういうふうに、ダイクストラを実装できますか。ちょっと考えて、ポーズして、これを考えてビデオを続けてください。10分考えましたか？じゃあ続きます。まあ実はあのグラフであのままでダイクストラを使わないですね。ダイクストラは変のコストで働くので、あのグラフが変のコストと調停のコスト両方あるので、どこかにまとめてないといけない。じゃあそのグラフの変更の一つの方法を提案します。アイディアが、VI の調停から調停のセット VIF で変わる。VI0、VI1、VI2、VIC までですね。これは何の意味かというと、VIF が VI にある車と燃料が F リットルが残ってるですね。例えば、ここで2リットルを買って、こっちに行って、ノード A が1リットルが残る。ですので、ここは VA1 にいます。逆にここで1リットルだけを買うと、ここに行くと0リットルが残る。ですので、ここは VA0 となります。ですね。じゃあ、変はどうするですね。VIK と VIK プラス1が変があって、その変のコストが P。それは、ガソリンを買うっていう意味。または、VIK と VJ、K-WEJ の変が引くですね。これは、VI と VK の変があった場合だと、その変のコストが W で、そして K-WEJ が0。つまり、この燃料で I からK に行くこと、I から K に行くことができます。で、このグラフを作ると、ダイクストラでできます。ただし、これを見ている通りに、このグラフの頂点の数が増えるんですね。V じゃなくて、V×C 頂点が増えます。ですので、グラフが大きくなるんですね。ダイクストラは結構早いアルゴリスムですので、グラフが大きくなっても、まあ、問題はないんですが、それを実装する前に自分がやりたい変更が大丈夫かどうかを確認してください。V×C が時間内で解けるかどうかを計算しましょう。では、これをシミュレートしましょう。このグラフの変更、まあ、ちょっと理解するために、このグラフの変更は手で、やりましょう。
すべてをやらないけど、まずこの S が C がですね、C が10、まあ10じゃなくて、じゃあ C が5にしましょう。Max Fuel が5にします。この S が、S がこんな感じになる。S0 と S1 と S2 と S3 と S4 と S5 ですね。0,1,2,3,4,5 で S0 で始めます。で S0 から S1 に行くとコストが 4S1 から S2 に行くとコストが 4S2 から行くとコストが4こんな感じですね。で次は A にします。 A が同じここがありますね。 A も5段階で変わります。で、1が、この辺が1なので、S5 から、まあ、これは0,1,2,3,4,5も追加しましょう。あ、これ消してですね。あ、で、この、こういうふうに変容を書きます。S5 から A4、S4 から A3、S3 から A2、S2 から A1、S1 から A0、S0 から何もいけない。で、こちらのコストが0ですね。この辺のコストが0。で、ここが同じく S0、S1 コスト6、A1、A2 コスト6、A3、A4 コスト6。A4 を A5 コスト。で、ここからまあちょっと T だけをやりましょう。T。1,2,3,4,5。0,1,2,3,4,5。で、目的は一つの頂点だけですので、すべてが T からコスト0でゴールですね。にしましょう。で、これは、A0 から距離が5なので、5しか行けないんですよね。A5 から T0。A から T まで行くと、5リットルのガソリンを使うからですね。で、A から B で、まあ B もやります。1,2,3,4,5。0,1,2,3,4,5 これは B ですね。で、B もここが1,1,1,1これはガソリンを買うときですね。1で、ここは距離が1ですので、こういうふうにもあります。で、最後には B と T の間に5の距離があるので、B5 から T0 に行きます。まあ、上のグラフと、まあ、この上のグラフと下のグラフが同じですけど、この下のグラフでダイエクストラができます。で、これはフルタンクのグラフの変化。このグラフを変化してダイエクストラやって、この問題、この課題を解くことが可能です。じゃあ、ここは30分になりましたので、一旦このビデオをポーズして、次は、その、ウェイトがマイナスになると、ダイエクストラはどう変わるのかを説明します。では、また次のビデオで。